浜古漁は危険なことがいっぱいあります。これは石川県の許可制で小型底引き網という許可で取るんです。網のついたうちらは桁と言ってるんですけど、それを海へ入れる時が足引っ掛けられた時もあるし、腕を引っ掛けられた時もあるしね、まあ危険は伴います。ナマコ料理は、まあ、酢の物とか茹でて金庫にします。金庫は鍋に入れてちょっとしとったら水分が出てくるんです。その水分が灰になるんです。昔私ここの母に教わったのは、割り箸でつままれるようになったらそんで灰が取れとるからいいって教えられました。口粉はナマコの卵巣で、甘やったらちょっと癖あるけども、溶いたら甘みがあって美味しいな。ちょっと生を苦手な人でも溶いたら大丈夫だな。昔はもう10艘ぐらいナマコをやってたんですけど、今はナマコをやってるのはもう3隻ぐらいですかね、うん、私自身も結構年いったんで、まあどのぐらいやれるかわからんけど、まあ最近はほとんど女房と2人で出るようにはしております。私海好き。金並んでもなんか次何が入ってくるかなとか、そんな見るのは楽しい。ナマコ漁は私が海が好きなので、これからもずっと動かれる間一緒に行きたいと思います。